大谷翔平さん、二重にした結果、吉沢亮みたいになる。元から二重だろ。確かに似てる。ちな吉沢亮を一重にした結果。似てるかも。大谷やん。大谷一重なん。大谷翔平、193吉沢亮、163ハイド、161、二重まぶたな。というか二重じゃなかったらあんな、柔らかい目つきにならないから。どう見ても、二重まぶた特有の目つきだよ。そんなチビなのか。目元だけ、三千頭身の後藤にも見えてきた。これが二重は無理があるやろ。ど一重で草。完全に一重やな。奥二重やん。一重ちゃうで。二重まぶたの意味もわからないバカで草。一重だったのか大谷。一重だとイケメン認定はできないね。スレの画像見る限り一重やね。まずこれのどこがイケメンやねんぶっさ。日によって違うんやね。大谷信者、吉沢亮に似てる。大谷っぽい。大谷ってやはりパーツは整ってるな。そもそも大谷っぽくなくね。現実はもろみざとわら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 。同じで草、めくらで草、線あるやんけ二重で食って、まぶたが上がってるからこその、この柔らかな目つきやで、奥舞台にありがちの目つきや、顎伸びたな大谷、ますますもろみざとに似てきた。吉沢亮の二重は偉大だな。大谷って普通にイケメンだよな。